を救う方法をめぐって対立していた2人のウルトラマン、ガイアとアグルがついに対決する時が来た。不気味な存在が2人を見つめているのにも気づかず、今戦いが始まる。ワームホールを作るため、2人のウルトラマンの激突で生まれるパワーが利用されていたのだ。今までの行動全てが敵に利用されていたことに気がついたアグルは、その力をガイアに託し姿を消した。成功。